ターを倒してちょうだい。トーヤ、準備はできてる。やってしまいなさい。戦闘開始を押して。攻撃をするか攻撃を受けると必殺ゲージが蓄積されるわ。必殺ゲージが溜まると次の攻撃の時スキルを発動できるわ。さっき獲得した破片はここに保管されるわ。破片をタップしてみて。一定数破片を集めるとそのキャラクターを召喚することができるの。悪くないわね。戦士タイプのキャラクターを獲得したわ。これで戦闘も少しは楽になるはずよ。試してみなさいな。さっき獲得した仲間を編成してみてちょうだい。キャラクターを長押しすると移動させることができるわよ。キャラクターには属性があって、属性によって相性の良し悪しがあるわ。ここをタップすれば相性を確認できるわよ。この倍速ボタンで戦闘速度の調整もできるわ。これからの戦いはもっと大変になるでしょうから、仲間を探すべきだわ。トーヤのスマホで仲間を呼び出せるみたいだから、試してみてちょうだい。魔法の銀鍵か魔法の金鍵を使えば、スマホで仲間を検索できるわよ。毎日無料で一回召喚できて、その後はアイテムを消費するみたいね。早速無料分の通常召喚を使って召喚してみましょう。高級召喚は通常召喚より強い仲間を召喚できる確率が高くなるわよ。強い仲間を手に入れたみたいね。さっきの仲間を編成して次の戦いに挑みましょう。さっき獲得した仲間を選択して、パッ、明治は高いダメージを出せるけど防御が弱いから攻撃されないように、こう準備ができたら戦闘を開始してちょうだい。戦いで強化素材を手に入れたようね。仲間を強化してみなさいな。銀貨と経験水晶を消費して仲間のレベルを上げることができるわ。レベルが上がって強くなったわね。もう一回。いいわね。相当戦力が上がったみたい。敵を倒して装備の効果を試してみてちょうだい。何か迷ったら成長の道を見てみるといいわよ。ここではクリアした任務を確認できて報酬も獲得できるわ。それじゃ、あとは一人で頑張ってみなさいな。